開始。お願いします。相手の得意戦法は体振り持久戦ということなんですが、私は体振り持久戦が得意なんですよね。つまり対居飛車大好きなんですよね。しかし相手は対相振り飛車なのかな。あ、これは向かい飛車。向かい飛車、相手が振り居飛車のままでやるからいけないんだよね。ほんと相振りもいいよな。あ、これ違うやん、これは飛車なの。これ美濃囲い。あー、そういうことやる人なの。ちょっと嫌だね、これ。どうするんだ、こうするか。やっぱ向かい飛車じゃねえ。あ、向かい飛車ってか、相振り飛車じゃねえかよ。これはね、大体この辺が弱点でしょうね、多分ね。もう一回引くか。一歩交換するんですね、まずね。2分30秒。引くと。で、今跳ねると。あ、ここ受けちゃう。顔面受けだな、これ。向かい飛車に対して美濃囲いっていうのはちょっと勇気がいる戦法かもしれませんが、ただその相手の攻めを受け止めるというそういう形でしかなかなか勝ちづらいところっていうのはやっぱありますからね。これ7六銀と出れば矢倉崩しの形にはなるんですが、横歩取りが気になるな。2六歩同歩同角飛車また受けていっとって、これ金上がればいいのか。うん、でもなんか嫌だな、これ。どこやっとくか。しかしこれ4四角型っていうのはなかなかいい位置で、5三の地点守ってんですよね。なんかいつもね、なんかいつも作戦負けなんですよね。まあ唯一勝ってることと、うん、これはやっぱりいい点かもしれないね。歩を足すと7四歩の叩きがちょっと嫌ですもんね。6五歩仕掛けてね、うまくいけばいいんですけど、同歩同銀ってしてもあんまりうまくいかないんですよね、これね。うん、まあちょっとこうやって取ってみますか。ここは時間を使わないことが肝心ですからね。あとは相手が焦って攻めてくる、攻めて、あ、やっぱり時間がないからさ、1分32秒以内にこの王様捕まえられなければ私の勝ちですからね。それを狙って、それを恐れて相手が攻め込んできたところを返り討ちにするというね、そういう作戦ですね。これ攻める目的じゃないから、この8六の角や7六の銀は相手を落とすための駒であって、決して相手の王様を捕まえに行く駒じゃないですからね。おっと、そういうことやるの。ちょっとこうしちゃうよ。これ、それとる。これ、もう一歩あればね、もう一歩あるとね、この桂馬の頭がね、ちょっとコツンと叩かれてしまうんですが、あー、銀ですか。でも銀だとこっちも銀だな。まあ、角引く手もあったかな。でも無条件で取る。これ、あ、相手一歩。うん、何これ。このね、歩をね、付け捨てられた時にね、ノータイムで取るって、これ大事ですよ、これ。もらえるものは何でももらうというね、この精神、これが勝利を呼び込むわけですね。あ、これ、金がグイッと出てられちゃうのかな。角がちょっと窮屈ですよね。この9七に上がった強者がちょっと値になってる感じがしますけど、ただでもね、別にまあ、それでもいいでしょう。これは跳ね違ってもしょうがない。まあ、取るでしょうね。いや、これ、ふんどしの刑があればいいんですけど、それがないんで。あれ？ちょっと待って。ほら。あ、これ、歩が、あ、やばいな、これ。9四歩やっとけばよかったか。あ、でも大丈夫だ。30秒。こうやって。なんか取るよ。あ、これ、どうしちゃ、あ、やべえ。まあいいや。ですね、やばい、今のね、あ、やばい、あと17秒以内に
こちらの王様詰まなきゃいいんですよ、これ。詰まされること、ちょっとね、ミスってしまいましたけど。あれ？え？あかん。悔しいじゃろ。この悔し涙を力に変えるんじゃ。ちょっと何やってんだよこれ。もうさ早めに逃げとけば詰まなかったやん。これバカだねこれ。もう将棋坊主特有のさ、その時間切れがち、時間切れがち目前だったのにさ、これさ17歩成に3九玉とか逃げとけば何にもなかったですからね。バカだね、ほんとほんとバカですよね。なんか気が抜けてましたよね最後ね。まあこれさ、撮影してる、撮影っていうかさ、将棋やってるのが夜中の、夜中っていうか夜なんでちょっと眠いっていうのもあるんですけど、でもさちょっとひどいですね。相手角持ってたらさ、角があったらさ、ね、飛車は別にどうでもいいですけど、角があったら要注意っていうのはこれ将棋の基本ですからね、うん、だから角が怖いんだよ。まあ竜のが怖いですけどね。竜がなければこの一見竜のこのこういう罪はないですからね。あーもうちょっと何やってんだかね。なんか最近調子いいかな、調子出てきたかなと思ったらまたなんか調子が落ちてきちゃったような感じで、ちょっとなんかなかなかね定着できないですよね。3段に上がるなんてまだ夢のまた夢という感じですよね。だからもうなんか さ前はさ3段に上がるぞ上がるぞっていう気分満タンだったんですけど、最近はもうさなんか2段でいいじゃんっていう気になってきちゃいましたからね。なんかね初段に落ちることもねえし2段でいいよ、自分はもう2段なんだよみたいな、そんな感じで開き直ってやってますからね、うん、ちょっとねその序盤から中盤にかけてはね私の開き直り戦法がうまくいってたんですけど、なんか相手になんかさ上げ足取られちゃったっていうかさ、上げ足っていうかなんかねその足元すくわれちゃった感じがしましたよね。油断大敵というか、うん、油断大敵なんですけど、私は油断して勝ちたいんだよな。油断して油でなんていうのかな、相手がこうさりげなく床に撒いた油に気づかずにつるっと滑りそうなふりをしてその上を平気で歩いていってしまうっていう、そういうねそやらしなんていうのかな、嫌なやつっていうのかな、嫌なやつな勝ち方をしたいんですよね。嫌なやつ嫌なやつ嫌なやつって感じですかね、はあ、まあ、そんなとこですね。ありがとうございました。